歌舞伎市川團十郎さんファミリー気になる話スタートします。市川團十郎さん妻真央さんの遺品まとって出かける玲香ちゃんへ考え、市川團十郎。歌舞伎俳優の市川團十郎さんが以前は真央さんのパジャマを着ている玲香ちゃんの姿を公開しました。今回は玲香ちゃんが2017年に逝去した妻小林真央さんの遺品の上着をまとった写真を公開。カラフルな上着を着て歩いている玲香ちゃんの後ろ姿を公開し、子供たちがアイスを食べたかったので團十郎さんと2人で買い出しに出かけたと伝えています。なお買い出ししている間も息子の勸玄君は家にいることを選んだそうで、團十郎さんは売れないわとコメント。この上着はママのですと明かし、娘の上着が玲香さんから引き継いだ一着であったと説明。まだサイズが大きいため袖口からは指先しか出ていませんが、玲香さんの成長に伴って少しずつ体に合ってきているとのことで、だんだん着れるようになってきたねとコメントしていました。ファンからのコメントは、だんだんママの洋服は似合うようになってきましたね、素敵で嬉しいですね、ママも素敵でおしゃれ、玲香ちゃんもお似合いで可愛いです、これからも大切に。私の感想は、真央さんのカシミヤのタオルがボロになっても首から巻いてストールのように外に出かける姿を以前は公開されていました。物持ちよく保存されているので、今後もママの服を着た玲香ちゃんが見れそうですね。真央さんもたくさんいろいろカラフルな衣装を持ってたんで、それが玲香ちゃんに受け継がれていきそうですね。市川團十郎さん妻真央さんの遺品まとって出かける玲香ちゃんへ考え、市川團十郎でした。